はい、じゃあ、はい、まあ、前回は、16部のアクセント移動足のやったんだけど、はい、まあ、応用というかいろいろ派生できるパターンがあります、うん、まあその中に、足のダブル、上は8ビートで足のダブル、16部の1個目2個目、うん、2個目3個目3個目4個目、うん、で4個目1個目っていうパターンを、アクセント移動していくっていう、結構難しい、これは難しいし、俺も今日アクセント移動やるって言ってたから、はい、1個ずつしか踏まないと思ったんだけど、後半これやるんだってちょっとドキドキしてるやるんだと思って自分でやってて2個目と3個目の違いが踏まないものってなんかよく分かんなくて、トトンっていうのが2個目3個目じゃん、トトトン、トトトン、トトン、トトトン、トトトン、3、4がウッとトウッとトウッとトウッとってことね、はい、まあ実際やってみるね、そうだ、お願いします。まあまずはアクセント移動さらっとやってみようかな、はい、1、2、2、3、3、4、4、1で戻るパターン、はい、結構やっぱ難しい、これは本当に難しくて、うん、まず何が難しいってダブル踏むこと自体が難しいよね、うん、これって本当に初心者から中級者に行くステップとしては一個のハードルになってる、うん、手のダブルもそうだし、やっぱダブルってすごく難しい要素で、うん、2打叩くっていうのはすごく難しい、うん、本当にゆっくりでね、いいんだけど、これはゆっくりゆっくり練習していく、はい、とりあえず 1、2 からゆっくりやっててみようか、はい、うん、16分の1個目、2個目、ゆっくりやってみようか、一回、はい、うん、まあ、練習いきなりしてないから結構難しいかもしれないけど、めっちゃいい感じ、めっちゃいい感じ、うん、いや、上手くなったね、すごい不安定な感じが、やっぱさ、ふわってしてるまあクリック使ったらね、多分もうちょっと自分でさらに分かりやすく、うん、あ、ミスったとか遅れたとか分かるんだけど、はい、でもすごいいいよ、めっちゃいい感じ、本当に、なんだろう、ちゃんと着実に上手くなってるっていうのが今分かる 1、2 のこのタイミングだったな、うんうん、このリズムってドトンって最初の部分はよく出てくるけど、スネアと一緒にドトンって踏むことってリズムの中でそんなにない、このここはまあよく出てくるけど、その後のってあんまりないかな、曲の中で。だからまあ、まあ、基礎練としてはすごいいいかもね、はい、やっぱ手癖じゃなくてやっぱ出てこないようなパターンをこう基礎練でいっぱいやっとくと対応しやすくなるよね、いろんなリズムが出てくるって感じ、はい、で、2、3やってみようか、2、3、はい、ツッとトン、タッとトン、ツッとトン、タッとトン、これは結構難しいかな、おまあ、今言ったようにむずい、むずいのよ、うん、ツッとトンって跳ねちゃう、ツッとトンって、うん、やってみようか、はい、すごいいい感じ、お気に入ってる時がやっぱあるから、合わせよう合わせようっていう意識はすごい感じるから、はい、それがもうちょっと自然にこうね、いけるようになったら多分いいかなっていう、まあでも今基礎練だし練習してるってことだから、はい、ちゃんと合わせに行って合ってるっていう感じは全然ありだと思う、はい、まあこの練習はでもほんとすごい有効というか、はい、うん、これマジで1時間やっててもいいぐらいね、うん、ずっとスッとトン、タットトン、スッとトン、タットトンって永遠にやっててもいいぐらい、はい、安定させられたらかっこいい場所ではあるよね、うん、兄さんってね、じゃあ、3、4、はい、うっとっとタンとタン、これよく出てくるね、結構ね、トントトパントトスッとトパトンとか、まあいろんなリズムがあるけど、まあ
ね、このドンドと、まあ、1、3、4だけど、まあ、こういう風になんかツタトトとか、そういう場所に出てきたりとか、トトってすごいいろんな場所で出てくるから、うん、すごいいい練習だし、まああと、こういうね、頭打ちで、だからいろんなリズムで結構出てきます。うん。じゃあちょっとやってみようか。はい。基本的にダブルとかって、まあ、遅れることの方が多分多いよね。後ろにこう間に合わなくて遅れるとか。だからまあ、でもそれ意識しすぎてすげえ前に行ったりとかもあるかもしれないけど、基本はやっぱ遅れることの方が結構多いから、入りとかでね。うん、でもすごい綺麗にできてる、できてる。うんうん、音もちゃんと2個で出てるから、ドドンって、うん。どっちかが弱くなったりとか、そういうこともないから、すごいいいと思う。うんうんうん。いい感じ、いい感じ。そしたら、4、1やってみようか。はい。1、2、3、4、チューン。ちょっと頭踏んだ方がいいか。4、1だからね。一応、1、4だからね。ちょっとゆっくりやってみようか。はい。1、2、3、4、チューン。やっぱ長く続けていくとさ、だんだんなんか足動かなくなってきたりするでしょ、はい、ね、うん、まだ多分意識して力んだりとか、なんかあどうしようって言ってペダルの位置がこう後ろに下がってきたりとか、いろいろ試行錯誤って感じなんだと思うんだけど、はい、まあ反復練習して自分の一番こうやりやすい場所、まあいろんな踏み方あるから、正直スライドとかさ、うん、か自分に合ったやり方でいいと思うんだけど、はい、うんうん、一番踏みやすいダブルの方法でしっくりくる場所を探すって感じかな。うん、で、まあ、これもさ、一緒に叩くこの3つ場所ってあんまり、あ、これか、このっていうリズムってそんなに出てこないって言ったけど、はい、まあこれもそんなにね、ロックでそんなに出てくるリズムではないかなっていう感じ、まあ、もちろんサンバキックだからさ、サンバとかではあるかもしれないけど、はい、ちょっとフュージョンとかさ、そういう難しい音楽の方が多分こういうリズムって使いやすいのかもしれない。ロックであんま出てこないからね。だからまあジャンルによってだけど、まあ基礎練としてはすごくいい練習だよね、はい、うん、ドンツとパ、一緒に叩くところがやっぱ難しいでしょ、なんかこうなっちゃう、体がこうね、そうそうそう、やっぱ軸がこうブレて体が揺れるとリズムも安定しなくなっちゃう。後ろにずれたり前行ったりとか結構してるから、はい、まあ、さっきより良かったけど意識してると思うから、俺の足見ててもらえると分かるけど、はい、同じ場所から動いてないでしょ、はい、だから安定させる、うんうん、同じ場所踏み続ける。今結構こうなんかいろんな場所に足が動いちゃうから、はい、まあ、それはちょっと反復して自分でどの踏み方が一番しっくりくるか。スライドもあるから、はい、スライドがやりやすいんだったらもちろん動くからさ、ペダルから、うん、なるから、うんうん、4、1も結構、まあ、難しいリズムでね、はい、うん、で今度はこれをアクセント移動していく、うん。